タイの娘は、中内長寿による日本の劇曲、または同作を原作とした1917年制作、公開、井上正雄監督による日本のサイレント映画、および1924年制作、公開の野村カオルテ監督、1927年制作、公開の井上金太郎監督、1929年制作、公開の落合奈美雄監督、 1936年製作、公開の野口明監督による日本のリメイク映画である。戯曲の初演は1922年、東京、明治座での公演であった。翌1923年、初代、水谷八重子が初演して、以来、水谷のロコ役は当たり役となり、本作は、八重子十種の演目の一つに数えられる。ドイツ映画、ケンペイ・モエビウスをもとに、 中内長次が擬曲化。初演の時期は不明である。井上正男一座による1922年6月、明治座での初演は、井上正男の元大尉、小山の花柳翔正太郎の露志で好評を得た。初代、水谷八重子は、翌年には、浅草の国座で初演しており、父親役は、井上正男であった。 1917年には小林喜三郎の小林紹介が映画化している。その後、リメイクが重ねられたが、1929年の映画化の際に、映画において初めて八重子自身がつゆ子を演じた。1936年の映画化の際には、八重子の初演児の父親役であった井上正夫が登板している。映画、大義の娘は最後の映画化である。 新興記念版のみ、東京国立近代美術館、フィルムセンターに所蔵。近年も上映されている。ただし、同センターホームページの検索では、ヒットしない。それ以外のバージョンは散逸したと思われる。大正時代中期の長野県、基礎に近く奥深い村の教師、森田晋三は、退役軍人である。その娘、つゆ子は、その村の村長の甥。い。 六章と恋愛関係にあったが結婚することができなかった。二人の間には子供が生まれ、子は里子に出し、つゆ子は東京に出ていた。方向先から里帰りしていたつゆ子は偶然、六章の結婚を知る。その婚礼の夜、つゆ子は嫉妬のあまりに放火、花嫁は消死する。六章の婚礼に参加していた心臓は火事の現場につゆ子のわらじを発見してしまう。 つゆこが犯人であると悟った心臓は、娘のつゆこに死を悟す。ついに覚悟したつゆこを、心臓は考察し、自らも自害する。大尉の娘は、1917年製作、公開、小林紹介製作、配給による日本のサイレント映画である。小山の木下吉之助がつゆこを演じた。スタッフ、作品データキャスト、大尉の娘は、 1924年制作、公開、松竹鎌田撮影所制作、松竹キネマ配給による日本のサイレント映画である、劉作子がつゆ子を演じた。スタッフ、作品データキャスト、大尉の娘は、1927年制作、公開、牧野プロダクション制作、配給による日本のサイレント映画である、牧野照子がつゆ子を演じた。スタッフ、作品データキャスト、 大尉の娘は、1929年制作、公開、発生映画社制作、配給による日本の陶器の劇映画である、水谷八重子がつゆ子を演じた。スタッフ、作品データキャスト、大尉の娘は、1936年制作、公開、小畜工業現代劇部、芸術座、新興キネマ、東京撮影所制作、 松竹配給による日本の陶器の劇映画である、水谷八重子がつゆ子を演じた、スタッフ、作品データキャスト、ありがとうございます。